まさかそんなことが下腹ポッコリの原因だったのと思うくらい、佐藤澄香です。この動画はプニプニと柔らかく指でつまめるに茎お腹の皮下脂肪とさよならして、以前のスカートやスリムパンツがスッと履ける内容になっています。今回の動画では、まさかそんなことが下腹ポッコリの原因だったのと思うくらい、自分では気づかないうちに習慣化してしまったお腹の皮下脂肪が落ちない女性の NG 習慣7選をご紹介します。1日も早く下腹ポッコリを解消して人生最後のダイエットにするために、ぜひ今すぐ実践してもらえると嬉しいです。なのでスキップせずに最後まで見てください。人生最後のダイエットにしたいという方はすごい情報をお届けしますので、チャンネル登録とベルマークのボタンをクリックしておいてくださいね。動画の最後に公式 LINE で腸活で痩せ体質になる有料級の特典を無料でプレゼントしています。概要欄の一番上に受け取り用の LINE も貼っています。特典だけで痩せたという方も多くいらっしゃいますので、興味がある方はぜひ登録しておいてくださいね。それではまず最初に、なぜ私たち女性はお腹の皮下脂肪が落ちないイコール下腹ポッコリになるのか、その主な原因3つ、その次にお腹の皮下脂肪が落ちない女性の NG 習慣7選を解説していきます。では女性が下腹ポッコリになる原因3つ、1つ目は女性ホルモンの影響。あなたはこんなことないですか？お腹周りのお肉が邪魔で、今まで着ていたスカートやパンツが入らず、ウエストがゴムの洋服ばかりになってきた。それはなぜだと思いますか？その理由をお伝えしますね。それはズバリ、女性は女性ホルモンの影響で男性に比べて皮下脂肪がつきやすいんです。なぜかというと、卵巣から放出されるエストロゲンというホルモンの影響で、女性らしい丸みのあるボディを作るために皮下脂肪を溜め込みやすい体の構造になっているんですね。しかも閉経の前後、いわゆる更年期になると女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が急激に減少します。エストロゲンは丸みのある体を作るために皮下脂肪を蓄積する一方で、実は皮下脂肪が過剰にならないように抑制する役割を担ってくれているんですが、更年期以降分泌量が減少すると体の脂肪量をコントロールする働きが低下するので、さらに脂肪がつきやすくなるんです。さらに落としやすい内臓脂肪とは逆に、落としにくいのが皮下脂肪の厄介なところ。皮下脂肪はプニプニと柔らかく指でつまめて、体の表面である皮膚のすぐ下につくのが特徴で、一旦蓄積されると落としにくいという特性があります。また皮下脂肪は皮膚を伸ばしてたるませます。なので今まで着ていたウエストの細いスカートやパンツが張りにくくなるんですね。ではこれを実際落とすためにどのくらい時間がかかると思いますか？一般的には体脂肪率が 40% 台の場合は約8ヶ月 30% 台の場合は約6ヶ月 20% 台後半の場合は約3ヶ月が目安と言われています。ここまで OK ですか？まとめると、皮下脂肪は一旦蓄積されると落としにくく、実際落とすためにはかなりの時間がかかるということです。では女性が下腹ポッコリなる原因2つ目、セルライトができている。あなたはこんなことないですか？お腹を指でつまんだ時に皮膚の表面がボコボコしている。実はそれ、お腹周りにセルライトがついている可能性大です。男性より脂肪が多く、運動不足や低体温で冷え性など血行が悪くなりがちな女性の8割にセルライトがあると言われています。セルライトとは不要な水分や老廃物がたまり、ブロックのようになった脂肪細胞のことです。要は脂肪細胞が肥大化し、さらに脂肪同士や老廃物と絡み合った脂肪の塊なんですね。でここからなんですけど、例えばこんなこともないですか？お腹周りだけでなく、お尻や太もも、ふくらはぎなどにも皮膚の表面がボコボコしている箇所がある。セルライトができる原因は運動不足や代謝不良で血行が悪くなり、むくみや冷え性になることです。セルライトができやすい部分が下半身に多いのも、下半身の方が血行が悪いためです。ここまで OK ですか？
まとめると、セルライトの正体は大きくなりすぎた皮下脂肪のことで、セルライトができると血行がさらに悪くなり、脂肪同士が重なりやすくなるので簡単には落ちません。なので下腹ポッコリのままになりやすいんですね。では女性が下腹ポッコリなる原因5つ目、食べ過ぎ。これは女性ならあるあるだと思うんですが、料理しながら味見でつまみ食いをする家族の残り物担当ですのように、気がつかないうちに食べ過ぎになっていることってないですか？このように摂取カロリーが消費カロリーを上回るような食生活を続けていると、余分なカロリーが脂肪となって蓄積され、お腹周りに脂肪がつきやすくなります。例えば飲み会や女子会など一時的に摂取カロリーが消費カロリーを上回る程度であれば、すぐにお腹に影響が出ることはありません。でも先ほどお伝えしたように、毎日の習慣で常に何かを口にしているようであれば、お腹周りに脂肪がつきやすくなります。ここまで OK ですか？まとめると、食べていないようで実は食べ過ぎていることに気づいていないということです。私たち女性がポッコリお腹になる原因が分かったところで、お腹の皮下脂肪が落ちない女性の NG 習慣7選を次のパートで詳しく解説していきます。この NG 習慣を改善していくと、プニプニとつまめる2クッキーお腹の皮下脂肪とさよならできる内容なので、最後まで見逃さないようにしてくださいね。お腹の皮下脂肪が落ちない女性の NG 習慣7選、1つ目、早食い。あなたはこんなことないですか？家族のお弁当と朝ごはんの準備に大忙し、とりあえず何か残り物でも口に入れて食べながら、気がつけば味わうこともなく、一体自分が何をどのくらい食べたのか覚えていない。結論、このように慌ててよく噛まずに食べる習慣がある人は太ります。実はこれまで多くの調査で肥満の人に早食いの傾向であることが明らかになっています。例えば岡山大学大学院の森田学教授が3年間に及ぶ追跡調査で、肥満でなかった人も早食いを続けると肥満になりやすいことが立証されているんです。その理由は、満腹中枢が満腹だと感じ、食欲にブレーキをかけるまで食べ始めてから15から20分ほどかかります。食べるスピードが速いと、脳の満腹中枢が刺激される前にたくさん食べてしまい、結果的に太ってしまうんです。また早食いは肥満ホルモンであるインスリン分泌を促進し、肥満をもたらします。食べる速度が速いと食物の消化吸収が速くなり、血糖値が急上昇します。要は同じ食事をしていても早食いするだけで血糖値がより上昇するため、その分脂肪を溜め込んでいくんですね。他にも早食いは胃腸を働かす時間が短くなるため、エネルギーを消費せず基礎代謝量が落ちると言われています。基礎代謝量が落ちると太りやすいのはもちろん、体温が下がりますし血流も悪くなります。このように早食いは百害あって一利なしです。でここからなんですけど、例えば肥満治療に関するガイドラインでは、咀嚼法が肥満治療における行動療法の一つとして明記されていて、一口ごとに20から30回以上噛むことが推奨されているんですね。私のおすすめは、特に野菜を時間をかけてよく噛んで食べること。すると後の主菜や主食の時に満腹感を感じて食べ過ぎを防止できます。脳の満腹中枢の刺激は時間がかかるので、あまり早く野菜を食べてしまうと効果が薄れてしまうのと、サラダなどの生野菜料理は消化効率が遅いため、よく噛んで吸収しやすい形にする方が丸。ここまで聞いて、そうは言ってもゆっくり食べる時間がないって思いませんでしたか？その気持ちよくわかります。なかなか実行に移せない人も多いと思います。そんな時は小さいスプーンで食べる、一口食べるたびに箸を置くなど、できることから一つ一つ取り組んでいきましょう。お腹の皮下脂肪が落ちない女性の NG 習慣7選、2つ目、低タンパク質高糖質の食事。あなたはこんなことないですか？仕事や家事が忙しくって、ついつい手軽な冷凍パスタや菓子パンのような炭水化物を中心にパパッと済ませちゃう。結論、
このような食事を続けていると血糖値が急上昇、また栄養不足でいつまでも食欲が収まらず食べ続けてしまいます。例えばお昼のメニュー選びでこんなことないですか？コンビニのおにぎりと菓子パンと生野菜にドレッシングだけ。こんな食事ではタンパク質不足でいつまでたっても食欲が収まらずすぐ食べたくなって、結果食べ過ぎになったり、糖質が高いものばかり偏っているため血糖値が急上昇、そのため皮下脂肪となってどんどん蓄積していきます。ここまで OK ですか？まとめると、食欲を抑えるタンパク質を食べずに脂肪を溜め込んでいく糖質中心の手軽なメニューで食事を済ませる習慣があると太るということです。お腹の皮下脂肪が落ちない女性の NG 習慣7選。3つ目、太る順番で食べている。ここから3秒だけイメージしてもらえますか？あのほかほかの炊きたてのお米の香り、これはたまらず最初の一口はお米からってなりませんか？その気持ちよくわかりますが、それ NG です。なぜだと思いますか？結論、糖質の多いものから食べると太るから。その理由は、食事で摂る栄養素は最初に食べたものの吸収率が一番高くなるからです。米やパンなどを最初に食べると糖質が一番吸収されるため太ります。で、ここからなんですけど、食べる順番を変えることによって太らなくなるダイエット法があるんです。それは糖質の少ないものから順番に食べる食事法です。食べ過ぎや血糖値の急激な上昇を防いでくれる効果があるので近年注目が集まっています。ダイエットによくある糖質制限やカロリー制限をしなくていいのが特徴で、誰でも今すぐ実践できます。行う際は主食と主菜、副菜を揃え、野菜をメニューに入れるようにしてくださいね。食パンとコーヒーだけ、白米と味噌汁だけなどの少ない品目の組み合わせでは実践が難しいです。では具体的にどうすればいいのって思いますよね。ここから献立を考えながら聞いてほしいんですけど、まず一番目に野菜の多いサラダや汁物を食べる。なぜ最初に野菜から食べる必要があるんでしょうか？それは野菜は糖質が少なく食物繊維が豊富な食べ物です。食物繊維には血糖値の急上昇を抑えたり血中のコレステロール値を下げる働きがあるから。次に食べ過ぎを防いで摂取カロリー量を抑えられるから、最初に野菜を食べることによって腹持ちが良くなり食べ過ぎを防げます。そして効率よく栄養を吸収できるから、最初に野菜を食べるとミネラルやビタミンが一番吸収されるので、その後摂取したタンパク質や糖質がうまく体内に行き渡り、結果栄養の吸収率がアップします。なので野菜から食べるのは必須ですが、とはいえ様々な形の料理がありますよね。漬物や汁物、サラダなど複数の野菜料理があるときはこの順番で食べるのがおすすめです。生野菜などのサラダに漬物、3、火の通った野菜入りの汁物、ただじゃがいもや人参、さつまいも、かぼちゃなどの糖質が多い野菜は後回しにしましょう。2番目に肉や魚などタンパク質の多い主菜を食べる。野菜の後は肉や魚、卵、大豆などのタンパク質の多い主菜系を食べましょう。主菜を食べる場合はこの順番で食べるのがおすすめです。1、大豆などの植物性タンパク質、2、肉、魚、卵などの動物性タンパク質。植物性のタンパク質を持つ食品は食物繊維が含まれているので血糖値の上昇抑制や食べ過ぎ防止に効果があります。具材の多い炒め物や付け合わせがある場合は野菜を先に食べるようにしましょうね。そして最後に炭水化物を食べる。主菜のご飯やパンは最後に食べましょう。ここまで来ると満腹感も得られているので、ご飯やパンのおかわり防止イコール食べ過ぎ防止にもなります。お腹の皮下脂肪が落ちない女性の NG 習慣7選。4つ目、糖質ゼロの甘いものを食べている。私もそうなんですけど、女性って甘いものが大好きですよね。例えば私は糖質ゼロのチョコレートをまるでダイエットの救世主のように思ってそれらの商品に依存していましたが、結局のところ満足感を得られずにいました。で、どうなったか知りたいですか？それはますます甘いものがやめられない、止まらない、結果太るという負のループにはまっていったんです。なぜだと思いますか？甘いのに
糖質ゼロって本来不自然なことなんですね。でもこれができちゃうのが人工甘味料。中でも特にこれは今すぐやめてほしい人工甘味料を5つご紹介しますね。1サッカリン、2スクラロース、3アセスルファム系、4アスパルテーム、5ネオテーム。以上5つ原材料に入っている商品は注意です。逆にこれ食べ続けたら過去の私のように味覚異常になってますます甘いものが食べたくなって太り続け、すぐ疲れてやる気が出ないなんて、これ絶対嫌ですよね。でここからなんですけど、でもやっぱり甘いものって食べたいですよね。私も今でも甘いものは大好きですし食べますよ。じゃあ甘いものを食べながらどうやって痩せるのって思いますよね。ここに関しては別動画や LINE 読者のみに限定配信しているスライド資料で詳しく解説しているので、興味のある方はぜひご覧くださいね。お腹の皮下脂肪が落ちない女性の NG 習慣7選。5つ目、水分を取らない。体が水分不足になると血流が悪くなり老廃物の排出が滞ります。さらに代謝が低下して脂肪が燃えにくくなります。また体内で水分を溜め込もうとしてむくみも出るため結果太ってしまうんです。逆に水を飲むことによって血の巡りが良くなると細胞が活性化します。これによって基礎代謝が上がり脂肪燃焼がアップ、老廃物も排出されやすくなりますし胃腸を刺激するため便秘改善にもなるんです。例えばこれご存知ですか？私が一押しのフランスの香水コントレックスです。マグネシウムやカルシウムなどのミネラルを多く含む水なんですが、例えばマグネシウムは便秘解消に役立つ栄養素です。便秘薬にも入っていますよね。そしてカルシウムは肥満予防に役立つという研究結果もあります。最近は香水も様々な種類がありますが、特におすすめはこのコントレックスです。ちなみに日本の水は軟水というミネラル分が少ない水です。お腹が緩い方は香水ではなくこちらの日本の軟水を飲むと丸です。でここから大事なんですが、水を飲むといいことは分かったけどどうやって飲むと効果が出るのって思いますよね。ポイントは常温やホットでこまめに飲むことです。ここで間違っても冷たく冷やした水を飲んでしまっては NG です。内臓が冷えて逆に代謝が落ちて太ってしまいますし、一気に大量のお水を飲んでもしっかり吸収ができないので効果がありません。でもなかなかできないなと難しく感じる方もいるかもしれませんね。そこで無理なく水を飲める秘訣をご紹介しますね。1朝起きてすぐコップ1杯の白湯を飲む。胃腸を目覚めさせて代謝を上げやすくします。2ご飯の30分前に水を飲む。肥満の成人を対象とした実験でダイエット効果があった水の飲み方は1日3回食事30分前に 500ml の水を飲むという方法です。食事直前のタイミングに一気に水を飲むと食べ物の吸収を妨げることになってしまうため、食事の30分前というのがポイントです。これならできそうって思いませんか？できることからで OK。 まずは具体的に動いていきましょう。お腹の皮下脂肪が落ちない女性の NG 習慣7選。6つ目、睡眠不足。なぜ睡眠不足だと太るんでしょうか？ここから少し体のメカニズムの話になるので最後までついてきてくださいね。例えばこんな研究結果があるんですが、それによると一晩の睡眠時間が7時間未満の人は7から8時間の人に比べて肥満になるリスクが 50% 上昇することが明らかになったんですね。もしあなたが6時間睡眠、お友達は7時間睡眠だったとしましょう。このたった1時間ほどの差でこの太るリスクの大きさって驚きではないですか？でここからなんですけど、なぜこんなことが起こるのかですよね。それは食欲ホルモンの影響を受けるからなんです。食欲は脂肪細胞から分泌されるグレリンによって抑制されていますが、睡眠不足だとグレリンが増えてレプチンが減少します。このグレリンの増加とレプチンの減少がオレキシンを増加させます。このオレキシンは食欲を増加させる働きがあるため、結果睡眠不足により食欲が増加するわけです。ここまで大丈夫ですか？とは言っても毎日忙しくてなかなか睡眠時間を確保できないという方は睡眠の質を上げる工夫をしていきましょうね。例えば寝具を見直す
す、就寝する直前に食事を取らない、就寝の90分前に入浴する、寝る直前に携帯やテレビを見ない、お気に入りのアロマや音楽でリラックスするなどが効果的です。お腹の皮下脂肪が落ちない女性の NG 習慣7つ目、ストレスを溜め込んでいる。あなたはこんなことないですか？栄養バランスや運動が大切だと頭では分かっていても、暴飲暴食をしてしまう、ストレス太りという言葉がありますよね。そうなんです、ストレスは肥満の原因の一つです。それではなぜストレスがあると太りやすくなるのでしょうか？ここから少しだけ難しい話になるので最後までついてきてくださいね。あなたがストレスを感じるとドーパミンというホルモンが分泌されます。ドーパミンには食欲を旺盛にする作用があるんですね。さらに悪いことにストレスは満腹中枢を鈍らせます。もうこうなるといくら食べても満腹感を得られないので、結果必要以上に食べ過ぎて太るという負のスパイラルです。このようにストレス太りの原因のほとんどは食べ過ぎですが、中には食べていないのに太るというケースもあります。それはストレスによる自律神経の乱れが原因です。自律神経の乱れが肥満につながるのは基礎代謝が低下するためです。なぜかというと、自律神経のバランスが乱れると交感神経の働きが悪くなるんです。すると全身の血流が悪化し、内臓が冷えやすくなるため基礎代謝が低下します。肥満は摂取カロリーが消費カロリーを上回ることで起こります。そのため基礎代謝の低下によって消費カロリー量が減ると、食事量がさほど多くなくても摂取カロリーが消費カロリーを上回りやすくなります。その結果食べていないのに太るという現象が起こるわけですね。このような自律神経の乱れによって太る現象はモナリザ症候群と呼ばれています。このような悪循環が続くとストレスは解消されずにたまる一方、いつまで経ってもダイエットを卒業することができません。あなたのストレス解消法は何ですか？食べること以外に心と体が喜ぶ解消法を選んでいきましょうね。私は腸を整えることで根本的な痩せ体質に生まれ変わるダイエット法の動画を配信しているんですけど、根本的な痩せ体質になるために今回お伝えしたことを今すぐ実践してくださいね。何をしても痩せない、ダイエットは明日からが口癖、結局食べてはリバウンドの繰り返しで薬の量も増える一方、なんて自分は意志が弱いんだろうと自分を責めてばかりいませんか？でも大丈夫です、もう自分を責める必要はありません。だってあなたがお悪いんではないんです。あなたの腸内環境が悪いだけ。いつまでも変われない自分でいるのって辛いですよね。でもこのままじゃ嫌だって思っているからここまで動画を見ている。そうですよね、頑張らなくていい、大切なのは具体的に動くことです。そんなあなたはもうすでに腸活ダイエットの一歩を踏み出しています。私や私の生徒さんたちと同じようにあなたにもできます。自分を信じてあげてくださいね。すぐに実践できる具体的な腸活ダイエットの方法はここからなんですけど、私は腸活ダイエット講師として1万7000人を超える女性のケアをしてきた経験から、多くの女性をダイエットの成功に導いてきました。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。腸活で食事改善といっても何をしたらいいのかわからないという方はこの動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。すでに登録済みの方は今後も有益な情報が配信されますのでお楽しみに。ということで今回はお腹の皮下脂肪が落ちない女性 NG 習慣7選をお伝えしました。まとめです。1、早食い。2、低タンパク質高糖質の食事。3、
太る順番で食べる。4. 糖質ゼロの甘いものを食べる。 5. 水分を取らない。 6. 睡眠不足。 7. ストレスを溜め込んでいる、でした。まずは1つからでも OK、 できることから実践されてみてくださいね。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねや感想をコメント欄にお願いします。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質と生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。